はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。龍が如く2やっていきましょう。前回の続きです。はい、サイの河原にいるあの人に会いに行こうと思います。あの人が誰なのか全く分かってません、僕は。はい、カオルちゃんとねデートしています。はい、いろいろと遊んでました。あの動画撮ってないですけどね。うん、麻雀したりとか、バッティングセンター行ったりとか、雑魚敵と戦ったりとか、あと小牧師匠の、修行をちょっと受けたりとか、してました。で、経験値溜まったんで能力アップしていきたいと思います。これ、うん、これは便利だから、これ覚えておきます。よし、リガード、次のやつか。ガードを崩されても素早く L1 を入力し直すこと、便利だね。よし、とりあえずやっていきますか。便所から入るんですよ。入っていきましょう。ん？はい、情報屋の田村か。久々だな、久しぶりだな。久しぶりすぎて若干覚えてないですけどね。キルさんこそどうしてたんですか、最近見かけませんでしたけど。今はこの辺に住んでないんでな。はい、あいよ、はい、ありがとう。よし、じゃあ進めていきますか。便所から入っていきます。ちょっと待って。何ですか、トイレでのプレイは苦手ですか。僕は苦手ですよ。一回しかやったことないですけど。ちょっとここ男子トイレ。まあね、俺もやった時は女子トイレに入ったからね、どうでもいいね。黙ってついてこい。こんなところから入るの？俺も初めは信じられなかった。なんか変わったな。1年前とは全く違う。前はどんな感じだったの？ホームレスのたまり場だった。何かの工事をしているようね。ああ、久しぶりですね、キリュウさん。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。地下にこんな町があるなんて。驚くのはまだ早い。ここは一体何なの？深く知る必要はない。ついてこい。カジノとかまだできないのかな。早くね、カジノやってまたお金持ちにはなりたいんですけどね。無理か。ああ、無理っぽいですね。無理ですね。早いわよ。じゃあ、進めていきましょう。また光ってるかな。見当たんなかったですね。これはキルさん、その女は。何を、いえ、やばなこと言って失礼しました。ちょっと用があるんだが。わかりました。お通りください。キリュウだ。誰かいるのか。いるのは分かってるんだ。出てきてくれ。待ってたで。キリュウちゃん。キリュウちゃんが仇になってしもて、この一年。めっちゃ寂しかったわ。せやけどキルちゃんなら絶対にこの町に帰ってくると思っとったで。何この人。
元東条会島の組の若頭、俺の兄貴分だった人だ。1年前の事件にも絡んでる。久しぶりだな、真島の兄さん。なんやキルちゃん、もう女作ったんかい、このスケコメシゲ。誤解するな。出れることないやんけ。何じゃ。府警第四課主任佐山薫です。よろしく。府警四課、姉ちゃんデカなんか。キルちゃんどないなってんねん。それよりどうしてあんたここにいるんだ。ここの前の親分がいなくなったからや。花屋か。花屋。ああ、1年前ここにいた伝説の情報屋の名前だ。せや、通称サイの花屋、元警官のおっさんや。なんや、情報を渡すときに花束使うてたら、そないな名前になってもうたらしいわ。花屋はどうしてるんだ。表の人間になったらしいわ。表？なんや、警察の下請けで神室町のモニター映像から情報提供をやってるらしいわ。ま、ある意味花屋にとっちゃ元の鞘に戻ったってだけのことなんやがね。つまり警察関係者になったってことか。そうや、それがきっかけで鞘の瓦は機能専用になったんや。そこで俺は真島建設を立ち上げて神室町ヒルズの建設事業を受け負った。神室町ヒルズ上に立っとったやろが、バカでっかいビルの鉄骨が。あれが神室町ヒルズや。ま、俺の本間の狙いはそれに乗じてこの地下街を丸ごといただくことやったんやがね。あんたも意外に頭が回るんだな。せやろ。で、今日は何の用や。登場会に戻ってくれ。かしこまって、何アホなこと言うてんねん。キリュウちゃんに冗談は似合わんわ。本気だ。今の登場会にはあんたが必要なんだ。戻ってくれ。お断りや。頼む。やめや、キリュウちゃん。俺はキリュウちゃんの備えな姿見とうないんや。頼む、真島の兄さん。登場会を救うには真島組の力が必要なんだ。頼む。しゃあないな。それなら一つ条件がある。なんだ。キリュウちゃんにしかできひん仕事や。まさか。せや、トーナメントや。どや、引き受けるか。トーナメント、どういうこと。すぐに終わる。先にセレナに戻っていてくれ。いや、真島の兄さんだったんだ。すげえ、なんかいいね、いいね。真島の兄さんだったんだ、あの人って。かっこよすぎるでしょ。ちょっとトーク、それで今花屋はどこにいるんだ。ああ、ミレニアムタワーや。なんだって、あのビルの50階にいるらしいわ。なんや、ずっと地下に潜っとると高いところに憧れるもんなんかな。はい、準備はできてるよ。なんかこうやってあれだね、声なしでテキストだけで見ると関西弁なんだね。準備は問題ない。装備外さなくていいのかな。ここで外されるのかな。よろしく。あ、やっぱ装備外さなきゃいけないんだ。じゃあ外しましょう。全部外しまーす。よし、やりましょう。今日は真島さん主催の特別試合です。キリュウさんには連続で3人と戦っていただきます。はいはいはい。今回、真島さんが指定した闘技場特製ナックルを使って戦ってください。このナックルは、まるで何もすることはできません。うん。はい。グローブみたいな感じで、いいのかな？感覚としては。はい、OK です。あ、はい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 、はい。
キリュウちゃんをベスト状態で戦わせたってやとのこと。連戦での体力の心配もようです。 OK です、ありがとうございます。いつでも戦える、頑張りましょう。 Ladies and gentlemen、 ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場名誉王者、キリュウ・カズマ。対するはこのトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星、ロブソン・カエタノ・ダ・シューバー。さあ、1年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今ゴングです。いや、ちょっとさ、向こうすげえ武器持ってんだけど明らかに獣を倒す用の武器でしょ。強いぞ。え、これ負ける俺。危ない危ない、超強い。よかった、キックまでやらなければ隙ができなくていけましたね。これまずいよ俺。勝者、キリュウ・カズマ。伝説のチャンピオンは衰えを知りません。さあ、次の対戦者はこちらも帰ってきた伝説の男です。1年前までこのリングに君臨した絶対王者、ゲイリーバスターホーンズ。奇遇ですね、キリュウさん。ああ、総空氏と安楽氏、お好みは？相変わらず日本語分かってねえな。伝説の極道 vs 伝説の元王者、注目の一戦、今ゴングです。この試合も湧きますね。なんか言葉、武器ずるい。いけーな、強いな、どうしようかな。痛い。攻撃してるべ。俺さ、あの小牧流のさ、師匠からカウンター技教えてもらったんだけど全然出なかったわ全然出なかった、来いって言ったんだけどね。キリュウ強い、強すぎる。進化した元王者を相手に完全勝利です。さあ、いよいよ決勝戦、そろそろあの男がやってくるはずです。現地下闘技場チャンピオン、マジマゴロ。半年前このリングに突如現れた島野の強肩は、今もなお負けるということを知りません。度肝を抜く入場パフォーマンス、圧倒的な強さ、彼を倒すことができるのは果たしてキリュウなのでしょうか。今リングインです。どうや
キリュウちゃん。かっこええやろ。たくあんただけは読めねえな。さあ、今度は正々堂々勝負しようやないか。今、ゴングです。強そうですね。強そう。行くぜ、キルちゃん。強い。強いな。そんなことできんの。これやばい、やられる。回復できないもんね。こんな間に合わねえだろ。強いな。でクソ強えよ。危ない。負けだ。もう一回戦えるかな。強いわ。お、再挑戦あるわ。再挑戦します。やりましょう。強いね、マジマの兄さんね、さすがだね。さすが。よし。危ない危ない。強い。マジだ。強いな。なんだ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 。どうした？やったー、強かった、危ねえ。3回くらい負けた、本当は。やりました。さすがキルちゃん、相変わらずごっついの。
約束だ。登場会に戻ってくれ。まあ祝いの酒でも飲みながらゆっくり話そうや。お、動ける。いやー、カジノ解禁してほしいな。お金に困ってるんですよね。いや、さほど困ってはいないけど、お金がないとね、なんかこう気持ちに余裕がないよね。お、いた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 。やっぱここの席は花屋が似合うかな。なんか違和感というか。どうするの？お疲れさん。やっぱりキルイちゃん他の奴らと比べ物にならんな。ありがとうございます。約束やからな。登場館に戻ればええのか。無理に戻らなくてもいいんだ。さっきと話がちゃうやんか。あんたが登場館に収まる器じゃないことは知ってる。今は組に戻るよりも組を助けてやってほしいんだ。つまり手助けせえちゅうことか。ああ、引き受けてもらえるか。キルイちゃんの頼みやからな。せやけど備えに登場会はピンチなんか。実は進藤を率いる錦山組が登場会から抜けるかもしれない。ほう、組の力半減やな。その上、合流会がいつ攻めてきてもおかしくない状況だ。しかしまあなんかすっきりせんな。何がだ。俺は何か作為的なもんを感じるんや。確か寺田は近江連合に殺されたんやったな。俺の目の前で襲われた。それがおかしい。なぜだ。寺田が登場会の5代目になってから近江とはそないに敵対しとらんかったからな。本当か？ほんまや。まあ寺田も近江に喧嘩売るようなことはせん、要せんかったからな。あの襲撃は。相手があの合流会ならやりかねんが、少なくとも殺されるほどの揉め事はなかったはずや。寺田はどうして？今となっちゃ俺も登場会におらんから詳しいことはわからんが、俺は寺田のことは好かんかったわ。どうしてだ。平和やら、うん、いや、理想ばっかり語りよって。結局登場会はその辺の組織からも舐められるようになってしもった。それに、どうした。あいつは結果的に登場会を混乱させたからな。あんた、寺田を信用してなかったのか。せや。やつは周りで言うほど立派な極度やなかったわ。どういうことだ。寺田は自分の言うことに従うイエスマンしか周りに置かんかったんや。俺や柏木のおっさんとかの古参衆は真っ先にのけもん扱いにされた。柏木さんも。そうや。若頭代行なんぞ言うとるが、実際はお飾りや。ミレニアムタワーにでっかい事務所作っても寺田の命令なしには一切動くことはできんかった。俺はそんな寺田のやり方に嫌気がさして組割ったんや。まさか寺田がそんな男だったとは。ま、人の腹ん中までは探れへんちゅうこっちゃ。ケリュウちゃん、人を信じるのもええけど気ぃつけなあかんで。一旦セレナに戻ろう。よし、じゃあちょっと待てよ。カジノは行けるかな。そこだけ見ましょうか。そこ見て、セレナまでカットしちゃいます。移動は。いやー強かったな。それにしても無理かい。お、入れた。こんにちは。いや、大丈夫。知ってる知ってる。うん、もうカジノ任せて。得意だから。よし、あとで遊ぼう。はい、セレナのとこまで戻ってきました。早速入りましょう。12時を過ぎたわよ。
道島大吾が一時にあなたのお迎えを待ってるんじゃないの？何のんびりしてんのよ。行かなくていいの？なあ、お前は怖くないのか？何が？隠された自分の過去を調べることだ。どうしてそんなこと聞くの？実はな、俺の両親は東条会に殺されたんだ。え？1年前に知った。両親を手にかけたのは、俺をこの道に導いてくれた風間慎太郎というおやっさんだった。それがさっき言ってたあなたの過去なのね。俺は風間のおやっさんを本当の親と思って育ってきたから許すことができた。だがあんたはどうだ？私だったら、両親を殺した人間を知ったら、それがたとえ誰であっても許すことはできないと思う。正直怖いわ、過去を知るのって。でもいいの、それが私が選んだ道だから。そうか、なら俺を利用すればいい。俺に張り付いて東条会を探れ。それがあんたの過去を探る近道だったらな。本気なの？あなた東条会の人間だったんじゃないの？そんなこと言ってもいいの？俺は極道だった自分を誇りに思っちゃいない。もしあなたが関係してたら、その時は迷わず俺に向かって引き金を引けばいい。あんたはその相手を許すつもりはないんだろう。そうね、そうするわ。どこへ行くんだ？仕事よ。仕事？あなたの身辺保護。さあ行くわよ。はい、第5章だっけこれ、終わり。いや、なんかあれね、これカオルちゃんのこと好きじゃなかったけど、まあそのペチャパイとかさ、乳輪でかいとかさ、いろいろ言ってきたけど、なんかあれだね、キリュウさん優しいよね。優しい。キルさん優しいわ。その優しさに、こうなんかこう、カオルちゃんも丸くなってんのかなっていう気がする。丸くなってきたなっていう気はする。で、あと、マジマの兄さんは、強かった。強いよね。今回、今作っていう言い方でいいのかな。龍が如く2の敵の難易度強いよね。俺途中でイージーにしますかって勧められたもん。そこは断ったけどね。強かったわ。はい。ということで、今回はここで終わろうかなと思います。はい。そんじゃ、終わります。バイバイ。